ペルソナ5ダンシングスターナイト。張り切ってるなあ、リュウジ。大したペースだ。てか、結構ハマっちまった。帰ってからも続けたいぐらいだわ。どうよ、お前から見て、もうガチのダンサー並みだろ、俺。どんだけ上からだよ。でもお前がすげえのは認める。まあそのうち追い越すけどな。油断してると危ないぞ。リュウジもなかなかのもんだ。あー、次の出番まだかよ。体がうずいてしょうがねえ。少しは落ち着け。踊りたいなら練習でも行くか。練習もいいけど、やっぱ本番だろ。狙い通り決めてでかい歓声浴びるとすげえテンション上がらね。だよな。うまく言えねえけど、ゾワッとくるっつうか。陸上の大会とか思い出すわ。1位でゴールした時とかさ。要はもっと目立ちたいのか。リュウジは全然変わらんな。悪いかよ、お前らだってノリノリじゃねえか。まあでもあんま変わってねえのはそうかもな。またでかい舞台で勝負してとか思っちまった。あの味やっぱ忘れらんねえわ。俺、目立ちたくてつい調子こきすぎるとこあんだよな。成長してねえのかな。おお、いいこと言うな。なんだよ、成長してんじゃん。大人の階段登ってんな、俺。珍しく反省したと思ったらもう立ち直ったか。走るしか脳がないんだから、そのまま突っ走れ。へっ、うるせえなクソ猫。お、やるか。ん、おい、どうした、急に気味悪いな。いや、お前らといると退屈しねえと思ってさ。ハンパモンになってた俺が居場所見つけて誰かの役に立ってさ、したら今度はこのバカ騒ぎだろ。いろいろ面白い経験できんのもお前らに会ったおかげなんだよな。いつもサンキューな。これからもよろしく頼むぜ。なんか謙虚だぞ。悪いもんでも食ったんじゃ。いや、踊りすぎで頭をやられて。誰の頭がやられたって。おお、いつものリュウジだ。そのヤンキー丸出しの威嚇は。人が真面目に語ってんのに、おいこらクソ猫。このぐらいの下品さがやっぱりリュウジらしいな。誰が下品だ。だてめえ、待ち上がれ。
こうやって部屋でおしゃべりとかやっぱいいな。ダンスもバッチリだし、なんか最近キラキラ感マシマシって感じ。あ、わかる？充実してるっていうかさ、ダンス始めて体だけじゃなくて心も磨かれてるって感じ。ちょっと前の私はあれこれ考えて悩んで立ち止まっちゃって、すぐしゃがんで泣いてた。頭使うの得意じゃないのにね。今思うとほんとバカ。でも今は素の自分出して体当たりでやってみようって思えるよ。頭空っぽにして真っ白に燃え尽きるぐらい頑張る。下手に自分を偽るより、それが一番輝けるはずだから。みんなのダンス見てたらそう思えたの。みんなすっごいキラキラでさ、負けてらんないなって。期待しといて。私いつか大きい舞台に立ってみんなに勇気を与えたいって言ったよね。ここで踊って気分だけは味わえたから、次はそこに向かって進むだけ。忘れちゃっても大丈夫。方角は間違ってないって分かった気がする。それに間違えても私には軌道修正してくれる人がいるしね。ありがとう。もちろん頼りっきりになる気はないよ。でもこれからもよろしくね。とりあえずいい感じに進んでるって君に報告しとくね。世界中に注目されて一番輝いてるところ見てもらうんだから。ここでちょっとでも片鱗見せなきゃね。よし、ちょっとだけ待ってて。今から死ぬ気で練習してくる。じゃあ私行くね。アン高牧のステージ楽しみにしてて。